カルビ、サミナ、おばさん、東京アムアムランド、アムアム。こんにちは。カメラマンの彼氏です。一週間マジダイエット対決でございます。最下位には焼肉全オール 94.3。 うわ100.4。カルビ、サミナ、東京アムアムワールド、アムアム。こんにちは、カメラマンの彼氏です。さあ、というわけで皆様、無事10日間のダイエット期間が終わりました。はい、どうですか、ちなみにお互い見て。みんな痩せてる。怖い。スタミナがやばいって。みんな細すぎて怖いです。スタミナ。顔の変わり方に。ということで、その地獄の10日間終わりまして、地獄。ここからじゃあ順番に測っていきたいと思います。東京アムアムワールド。ではまずカルビさんから。はいはい。ちょっと待って。ちょっと待ってください。カルビさん。はい。どうしたんですか。なんですか。いや、風船軽くしようとしてません。浮かない。カルビさん、カルビ、あの自分の息で入れた風船って浮かないんだよ。えヘリウム。ヘリウムじゃないと、はい、空気より重いんで。ということで、いやでも痩せてるわ。いや細いよ、本当に。いきます。髪切ってるします。上げに連れてきてもらってます。食べてます。いただきあすげー。ご飯食べます。絹豆腐に納豆3パック分とレタスとサラダチキンと卵を混ぜたサラダとウーロン茶です。アイディアなんかええねん、別にあってもええねん、レタスとサラダチキンのハーブです。イエーイ。27日、半身浴しております。やめたい。味噌汁とサラダチキンの照り焼き味、ダンビラムーチョの大原選手が買ってきてくれました。構わねえよ。それと豆昆布に実家からこれが送られてきました。実家でも食ってないやつ送られてるじゃん。半身浴、2日目です。もうやめたい。29日お昼過ぎです。ヨーグルトとバナナとこの実家から送られてきました豆乳おからパウダー、これをちょっとヨーグルトに入れて食べます。ヨーグルトに豆乳おからパウダーを入れてバナナを切って食べます。9時半から1時間ほど歩きまして、今10時半です。あと1時間歩きます。髪を切ってきます。いきます。髪切ってるします。カルビさんの記録 88.8キロ。はい、頑張りました。はい、まずゾロ目です。まずゾロ目。東京アムアムワールド。おばさん行きましょう。おばさんのこの10日間のダイエットのメインは、塩抜きです。塩抜き。とにかく体の塩分全抜きで。サウナとか。いや、もう、うん、全て口にするもん塩分はなしで、味のしないものしか食べてないです。家に帰ってきてそのまま1時間をウォーキングしました。今お湯に浸かってます。今回私はプチ断食ファスティングダイエットをメインで取り入れていこうかなと思ってるの。こんなに太ってるのにダイエットマニアなの。あいつらはまともにダイエットしたことない。今までの私のダイエットの知識全部詰め込んで短期決戦。今日もお風呂でお会いしましたね。
2日目はね、お料理の撮影だったから、もうみんなね、ご飯食べたの。塩分たくさん取ったわけよ、食事取ったから。塩分って、むくみの原因になるのよ。応急処置じゃないけど、無塩のトマトジュース飲んだんだけど、カリウムが入ってるから、塩分を出してくれるのね。トマトジュースもすごいいいんだけど、これ、グリーンスムージー。がね、セブンイレブンさんで買ったグリーンスムージーなんだけど、砂糖、甘味料、増粘剤、無添加って書いてあるの。栄養素見る限り、もうカリウムがこれ結構入ってたりするから、デトックスにはグリーンスムージー。またお風呂でお会いしましたね。今日は、まずこれ、ヨーグルトとおから、ポンカン。夜は、ヨーグルトとおからと、グリーンスムージー。今のところね、まだね、めちゃめちゃきついとかはなくて、逆に体の調子がちょっとずつ良くなってきてる感じがします。お風呂でお会いするのも4日目。今日は野菜を食べようかなと思って、こんな感じ。小松菜、しめじ、エリンギ、豆苗。後からもやしも入れたんだけど、フライパンに少しだけお水入れて、蒸し焼きみたいな感じにしました。味付けは酢と胡椒。これでね、食べてみたの。めちゃくちゃまずかった。でも頑張って食べました。てかもう餌でした。さらに、ヨーグルトとおから、いつものコンビで。仕事前に、ポンカンとグリーンチュムージー、夜ご飯は納豆にお酢を大さじ1杯入れて、さらにそれをね、海苔で巻いて食べるっていうね。これはね、いける。とにかく私は内面をデトックスしていくのにこだわっていきたいと思う。お風呂で5日目、今日食べたものはこちら。ドーン、ドーン、ドーン。もういつも通り、こんな感じのご飯を食べてます。今日、アマアムの生配信があって、4日ぶりに、カルビとスタミナにもあったんだけど、あいつらもなんか、やばい。割と、細くなってる。私ももう頑張んないと。もうお腹が空いて空いて仕方がないっていうか、しょっぱいもんが食べたーい。もうきつい。助けて。毎日毎日毎日味のしないものばっかり食べてきついけど、頑張らないといけないから頑張る。きつい。いつも同じもの食べてるんだけど、今日はね、これ野菜スープをね、大量に作って、これをお腹が空いたら飲んでいこうと思ってるのよ。もう塩一切入れてないの。もう野菜と水だけ。もう味がしなくてうまくない。きつい。今日はお友達のお笑い芸人のそいつどいつの刺身さんと一緒にサウナを楽しんできました。ストレス解消になってすごく楽しかったです。しょっぱいものがもう食べたすぎてやばい。ジロー食いたい。あと3日。結構ね、もう本当にラーメン二郎の YouTube ばっかり見てる。もう本当に食べたくてさ、もう食べ放題とかよりも、もう二郎行くのが目標です。ラスト1日、ラスト1日。喉乾いた。それでは地獄お願いします。お願いします。95キロです。すごすぎるって。95。いやいや、やばいやばいやばい。東京アムアムワールド。続いて、スタミナさん。スタミナさんは今回10日間のダイエット企画、メインのダイエット方法は運動っすね。あ、歩くとか。歩くとか。そうせんだよ。運動3つ。それではもう決まりますよ。銭湯に来てサウナに入りたいと思います。今日はファミマのグリルチキンとゆで卵とネバネバ豆腐しか食べてないです。ダイエット2日目です。今日は朝ウインナー1本しか食べてないです。ですが今日は、お昼から、アムアムワールドの撮影がありまして、普通に料理めちゃめちゃ食べたのでちょっと痩せてるか不安なので1時間ぐらいかけて歩いて帰ります。ダイエット3日目です。
今日はちょっと運動ができなかったんですけれども、食事は、今のところ納豆しか食べてないです。ダイエット4日目です。今日は、まず朝に、目玉焼きとサラダを食べて、そこから何も食べてないです。運動もしないといけないんで、最寄り駅じゃないところで降りたので、そこから4キロぐらい歩いていきたいと思います。本当はね走りたいんですけど、ちょっとフットサルで削られちゃって足を軽く痛めてまして。ダイエット5日目です。今日は朝、サラダとかぼちゃを食べて、それ以来何も食べてないです。運動はですね、カラオケを6時間ほどやりまして、ダイエット6日目です。もう筋肉痛とかで体がボロボロで、今日はちょっと運動ができずで、飲み会的なものもありまして、いやちょっとね食っちゃったんですよね。豆腐と納豆を結構食っちゃって、いやちょっと太ってそうですね。少し走っていきたいと思います。1時間ほど走ってきました。よし、これで痩せてるはず。よし、今日はですねフットサルに来ました。こんな感じです。汗かいていきたいと思います。フットサル2時間終わりました。今から歩いて1時間ぐらいかけて家に帰りたいと思います。ダイエット8日目です。今から3時間かけて歩いて帰りたいと思います。雨がすごいです。ちょっとこれ以上やばくなったら電車乗ります。雨がかなりやばくなってきました。でも最寄り駅まであと2駅のところまで来たので最後まで歩きます。ダイエット9日目です。今日は雪も降ってまして、ちょっと運動もしづらいのでサウナで水を抜いていきたいと思います。ダイエット最終日です。今日はもう何も食べてないです。今日はねもう運動とかはせず、とにかく体内の水を抜いていきたいと思います。今日もサウナに行きます。抜き切ります。水を測定お願いします。はい、黒くなってるもんな足。90.6 です。結果が出ました。まずカルビさん、この10日間で、痩せたキロ数 5.5 キロです。お疲れ様でした。なかなかすごいよ。同居人からも頑張ってたよ。頑張ってるとこ見てたからすごい嬉しい。おばさん、この10日間で痩せたキロ数 9.4 キロ。とりあえず私はビリじゃない。これだよ。約もうだ倍ですかね。カルビさんのやってたよね。やってたじゃん。やってたけど、こんな暑かったの、まあ、いいぬるかったと、あんな嬉しそうだったのに、え、あれぬるかったの。そしてスタミナさん、この10日間で痩せたキロ数は 9.8 ということで1位はスタミナさんです。おばさんとの差 400g。 もうマジですごいなお前ら、ストイック。汗1回分の風呂だ。抜き切ります。水を風呂1回分だ。いやでも本当最高でした。ちょっと強すぎるわ。10キロ行きたかったな。まあ惜しかったですね。運動のみ。いや俺もう飯も食ってないよ。ここ2、3人。え？ゼロ接触ゼロ。いやヤニクラみたいな起きてる。ほんまに今体うまそう。命的にはやばいよ飢餓状態、うん、ということで、罰ゲームはいきなりステーキに決めました。はい、
断食とかした後ってお粥なんだよ。お粥とか、うん、もう本当に流動食ヨーグルトとか、うん、でいきなりステーキはダメ。どっち天然それ天然どっちもダメ。やばいね。でももうこれ泣いちゃうかも。ということで、注文しました。ここから70分です。あ、ダメ。え、罰ゲームなんで食べれません。意味ないじゃん。意味ないじゃん。それはぶちぎれだろ。最高だった。食べさせてあげたかったです。じゃあここで最後チャンネル登録とあれだけ撮りましょう。いや、お願いしますっていうかしろよ。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。